働き協力 TV をご覧の皆様、こんにちは。今回は、ベルゼブブ降臨に、こちらのパーティー、まず紹介からいきますね。リーダー、サブ、赤オーディン、バーダ、スキルレベル差ではなっておりません。2足りないですね。で、緑諸葛、つくよみ、光読みですね。で、ラ、お気づくかもしれませんけれども、攻撃止めですね、サブ。で、このパーティーは、ノア降臨の際に理事長がね、集会するときにバーッと組んだ編成で、とある界隈ではピザパと呼ばれております。ピザパ。はい。理由は説明いたしません。あえて、はい、脱出していきます。盤面問題ないですね。いきまーす。あ、回復が最後消える。問題ないですね。16倍決めれば問題ないです。で、ここで先生毒来るんですけども、ここで数ターン耐えます。ソラレーザーをね、一応貯めておきたいのでね。これソーラーレーザー溜まって残りチェンズワールドが6ターンですね。ちょっとだけ溜めていきましょう。じわじわと。倒しちゃったか。まずったな。おお、あざます。そうですね、倒しましょう。ここもちょっとめんどくさいので。スキルはね、最悪あのベルゼブブ戦でも全然ちょっとだけなら貯めれるので、3ターン待ってくれるんですね。お、これワンパンしちゃったんじゃないかな。しちゃいますよね。普通にやりましょう。いや、本来はなんですけども、この緑諸葛のエンハンスを使って、チェンズ・ザ・ワールドを使ってすごい火力を出すみたいな、98倍サブの4体が出るみたいなのをやりたかったんですけれども、いや、やっぱり一丁の作る編成は強いですね。素晴らしいです。はい、以上、ベルズブ降臨ラーパーティーでの攻略でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンク